相手から借りた一つのリングよく見ておいてください。3、2、1、一瞬でなんとすり抜けてしまいます。他にもこんなことができます。リングを手の内に収めた状態で反対の手に投げたこの瞬間、一瞬で飛び移ってしまいます。ではもう少し変わったのをやってみたいと思います。小指をねじって、このねじった小指にリングをはめると一瞬見えなくなってしまいます。もちろん透明なのは一瞬で、引っ張り出せばまた元に戻っていきます。今回はこの3つのマジックをやっていきます。こんにちは、ビルです。さて、今回指輪を使った簡単なマジックを紹介したいと思います。それでは解説どうぞ。やり方を説明します。まずは一般的な形の指輪を用意してください。そしたらこの指輪を小指にはめて、抜くタイミングでパッと小指を曲げます。そうすることによって抜いたタイミングでスルッとリングが抜けると思います。これを真横から見せるよりも相手に正面を見せた状態で行うと、より錯覚が強くなります。おまけに手をぶらしながら行うと、もっと貫通したように見えます。最初は指先から、そしてだんだん奥の方に入っていって、鳴らしていってから最終的にこのように仕上げていってください。うまくやればここまでできるようになります。それでは今の飛び移るリングの説明をします。まずは中指と親指を使ってこのような状態でリングを持ちます。そして相手から見えなくなるこの入れる瞬間に、中指側にスルッとリングを通していきます。親指を使って回転させて、そのまま中指の方に収めていきますが、人差し指を中に残しておきます。伸ばした状態で中指だけ折りたたんで、人差し指を最後に抜き取る。このようにすることによって、実際のスピード感だとこのような感じに見えます。そしてこれを前から見るとこのような感じに見えます。残像を残しながら中に入ったこと、そしてすかさず上に投げることで錯覚が生まれます。それでは最後に3つ目のマジックのやり方です。これも動き自体はすごくシンプルで、リングが近づいた瞬間に90度ほど小指を曲げて、そして境目をリングで隠すことによって相手から見えなくなります。もちろんじっと見せるわけではなくて、一瞬の技になります。この時にリングと関節の部分が離れていると曲げていることが分かってしまうので、これをしっかりこのように中指と親指で押さえておくことによって錯覚が強くなります。そして弱点としては、このように下から見ると曲げた小指が見えるわけですが、実演ではあえてちらっと下を見せています。その時の動きとしては、手を傾けながら同時に小指を前に伸ばすことによって、曲がった小指を見せることなく、こうしてクリーンに見せることができます。後ろから動きを見せるとこのようになっています。これは言葉で説明するよりも映像を見てもらった方が分かりやすいかなと思います。はい、いかがでしょうか。指輪がないという方はですね、相手から借りるか、練習の時は概要欄の方にそれっぽいものを載せておくので、そちらの方を参考にしてみてください。それでは